さあ攻守の方向入れ替え、これは第2クォーターに進みます。富山大学今度はスタンドから見まして左から右に攻める格好に変わります。富山大学サードダウン5、パス成功。ここでタッチアウトを狙うパスを通りました。クォーターバック12番プレイアクションから右奥走り込んだ20番へのパス、しかしパスオーバースローでフォースダウンに変わります。さあこの最後の1回の攻撃権をどのように富山大行使するでしょうか。富山大学フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス26ヤード、さあこれを切りましたのはキッカー39番かけり、判定はどうか。このキックはしかしそれまして不成功、3点獲得戦闘。ここでフィールドゴール完工しましたが、しかしこの攻撃は無得点と終わりました。攻守変わりまして攻撃権大阪教育大学に変わります。富山大学非常に鮮やかな攻撃展開しまして、一気に得点を上げ同点に追いつかんという見事な攻撃でしたが、しかし残念ながらこれは実らず攻守交代となっております。なんとか難を逃れました大阪教育大学。さあ自陣20ヤードからの攻撃に入ります。大阪教育大学ファーストダウン10、中央へランプレー。まずはランプレーから入りました。ランニングバック6番ハンドを託されまして、右オフタックルのランプレー、これを富山大学78番が対応しましたが、しかし3ヤードのゲインを許しております。キャリアは大阪教育大学6番の宇津木、天王寺高校出身2回生。それを仕留めましたのは富山大学78番の小瀬子でした。津高校出身の4回生です。成功、スナップ見られましたが、これをすくいましてクォーターバックバイオレシーバー12番にパスを通し攻撃権更新です。大阪教育大学ファーストダウン、見事なリカバリーでこのパスをキャッチし攻撃権更新しましたの大阪教育大学12番の柴田、春日川高校出身3回生です。さあ攻撃1セットし大阪教育大学自陣31ヤードからのファーストダウン10、パス不成功、再びパスプレーにより突破を図ろうというところでしたが、これはあわやインターセプトになる非常に危険な状況になりました。しかしこのパスは結果的に失敗にとどまりましてセカンドダウンに変わります。パスは一気に前進図れるプレーですが、相手に奪われる可能性を与える非常にリスクを伴ったプレーでもあります。大阪教育大学セカンドダウンテ、ナイスラン、ファースラン、ここでランプレーを投入しました。ランニングバック6番ボールをハンドオフ託されまして、左オフタックルを突破、一気に1回で攻撃権更新としました。大阪教育大学ファースター、見事期待に応えたランニングバック6番は宇津木、天王寺高校出身のプレイヤーです。大阪教育大学自陣45ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10、さあランプレーを重ねます。再び何が黒川にハンドをしまして中央突破、ゲイン約3ヤード獲得しています。
富山大学、なんとかここで一つ鎖を打ちたいところです。大阪教育大学、自陣48ヤードからセカンドダウン7。6ヤードのゲインを獲得しています。ここは6番の次がランを重ねております。しかし攻撃権は更新ならずサードダウンに変わります。さあ富山大学、この1ヤードを死守できるか。大阪教育大は突破するでしょうか。ボールを前手陣46ヤードからサードダウン残り1ヤード。ここでパスプレーを投じました。1ヤードをランで来るかと見せかけ、それをホイクインし、中央切れ込んだワイドレシーバー44番にパスを投じ、見事に攻撃権更新しました。大阪教育大学ファースト、見事キャッチしましたのは44番の稲田でした。池田高校出身の1回生です。さあ大阪教育大学相手陣25ヤードからのファーストアンテ、今度は9引き。クォーターバック11番ハンドオフェイから左の奥に展開、相手をランナーに引きつけて、その逆をつくカウンター見事決まりまして、約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック11番は熊谷です。岡崎北高校出身の2回生です。大阪教育大学セカンドダウン6。不成功。ここでパスを投入しました。中央切れ込んできたレシーバー1番にパスを投じましたが、しかしパスが低すぎ、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。さあ富山大としては何としてもこのサードダウンで食い止めたい。ボールオンは現在富山大学陣の21ヤードの位置にあります。大阪教育大学サードダウン6。ナイスパスカット、パス成功。ここでクォーターバック11番は右ロールアウトから奥にパスを投じましたが、そのパスを瞬時にディフェンスラインマンがパスリフレクト、叩き落としましてフォースダウンに変えます。素晴らしいディフェンスでした富山大。大阪教育大学フォースダウン6、選択としてプレーを行います。フォースダウンギャンブル、この1回で6ヤード突破を図ります。6ヤード獲得しないと攻撃を失うフォースダウンギャンブル。パス不成功、ナイスパスカット。ここでパスによる突破を図りました教育大学。しかしこれを再び富山大学、今度は58番パスカットしまして、パス成功。フォースダウン4回目の攻撃失敗となり、攻守交代、攻撃権変わりまして富山大に変わります。見事な素晴らしいパスリフトリフレクト決めましたが、富山大学58番の島崎、芦川高校出身2回生です。さあ追加点アゲンと攻め上がりました大阪教育大学の猛攻、見事に跳ねのけた富山大学、今度はその攻撃権を取り返しましての反撃に入ります。現在フィールド上は審判団によるウォーターブレイクが取られています。観客の皆さんをぜひ熱中症対策としまして水分の十分な補給をお願い申し上げます。あ
ォーターブレイク取りまして試合再開となります。先ほど見事フォースタンギャンブル跳ね上げました富山大学の攻撃、自陣21ヤードからファーストダウン10。パス不成功、まず外に展開しようとワイドレシーバー84番にパスを通しましたが、しかしプレッシャーからコントロール乱れパス不成功となっています。富山大学セカンドダウンに変わります。富山大学セカンドダウン10。ハンドオフを託され中央でランプレータックル受けましたがセカンドエフォート粘りまして5ヤードゲインに変えています。非常にタフなランを決めたのは24番の吉永、朝日野高校出身3回生、ラグビー経験が生きました。富山大学サーダウン5、ボールオン自陣26ヤード、外を展開しようとランニングバックにピッチし左オープン展開を図りました。しかしこれを見計らって大阪教育大52番、見事なロスタックル決めましてフォースダウンに変えます。素晴らしいロスタックル決めたのは大阪教育大学52番山上、春日丘高校出身3回生です。富山大学フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。ここでホイッスル。チームタイムアウト。富山大学です。ここで富山大学が前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。富山大ここでメンバーチェック、そしてメンバー交代にトラブルありました。ここでロスを避けるためにここでタイムアウトを使います。さあタイムアウトを解きまして試合再開となります。富山大学自陣22ヤードからの攻撃で再開です。富山大学フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪教育大学に攻撃権変わります。双方とも攻撃前進は図っておりますがディフェンス陣踏ん張りまして現在その得点差7点、タッチダウン1本差という形で推移しております。大阪教育大学ハーフウェイからのファーストダウン10。
ナリオクール5番スピードに乗って中央切り込みましたが、これは富山大77番対応しまして、ゲインは3ヤード4ヤード程度にとどめています。しかし見事な難を切りましたのは大阪教育大学6番の次仕留めましたのは富山大学77番大海でした。大阪教育大セカンドダウン6ボールオン相手陣47ヤード内車ファースター、クォーターバック11番右方向に展開してのオプションプレー、キュービーはキープを判断しまして、見事その判断決まりまして攻撃権更新です。大阪教育大学ファースター、素晴らしい判断決めましたのは大阪教育大学クォーターバック11番の熊谷、岡崎北高校出身のプレイヤーです。2回生大阪教育大学相手陣36ヤードに入りましてのファーストアウト、試合時間前半残り時間2分を切りました。右方向へのプレー、しかしここは富山大ナイスディフェンス、スピードによって6番右オープン展開を図りましたが、これを富山大51番ヒットを集まりまして、このランを1ヤードのロスでとどめております。素晴らしいパシュートを決めましたが、51番の赤羽松本、神奈川高校出身の2回生です。さあセカンドアンナイの状況、振り切った、ナイスファーストクォーターバック11番ハンドオフウェイから右オープンへのランプレー、ハンドオフオプションを決まりまして右オープン独走しましたが、この時サイドラインを踏みました。しかし攻撃権更新になりまして、大阪教育大学ファースター、ここで線を踏んでいなければ一気にタッチダウンという素晴らしいプレーでした。さあしかし相手陣19ヤードに入りましての大阪教育大学の攻撃、大阪教育大学ファーストダウン10、前半残り時間58秒、ここで中央ダンプレーですが、イエローフラッグ反則が発生しています。さあ果たしてどちらのチームの反則でしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールを動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードのバッタイとなります。したがいまして大阪教育大5ヤード前進しファーストダウンやり直しです。大阪教育大相手陣14ヤードに入りファーストダウン5で試合再開です。試合時間前半残り52秒、判定を待ちます。ターンオーバー、手応えが変わったんです。ターンオーバー、ここでクォーターバック11番キープレーで右オープン展開し一気にエンドゾーンになりましたが、ここでタックルを受けましてボールをファンブル、
落としましたボールをリカバーしたのは富山大学、従いまして攻撃権交代しまして攻守交代、ターンオーバー、富山大学の攻撃に変わります。この土壇場の状況で素晴らしいプレーを決めまして富山大学攻撃権を取り返しました。自陣厳しい位置ですが富山大学ファーストアンテン、中央ランプ、しかしここは大阪教育大学のディフェンス踏ん張ります。2周点トップ図らんとランナップに中央飛び込ませましたが、これを大阪教育大学59番見事に対応しノーゲインセカンダーに変わります。59番松本でした。松坂高校出身の3回生、富山大学セカンダーウンテン、ここでホイッスル、ハーフタイムです。ここで第2クォーター終了です。第2クォーター終わりまして富山大学0点、大阪教育大学7点、大阪教育大学ワンタッチダウンリードで前半戦終了となりました。